メッシ、なんか着させられる。せっかく優勝できたのに、永遠にこの謎の服を着てトロフィーを掲げる映像が残る模様。サンマのコートは着ない模様。ハリーポッター定期。この写真は改めて撮り直すとかできへんしな。メッシが着ると黒魔導士みたい。魔法省入りしそうやね。神っぽくてええやろ。メッシは断ることも脱ぐこともできないから、後ろのキーパーが脱がせるしかなかった。これには本田も苦言。ええ演出やな、日本のオリンピックみたいや。終わりだよこの表彰式。すべてが面白い画像。歴史に深く刻まれたな、偉い。これでドローってことにできんか？キーパーは畜生に限ると確信した。フランスが優勝してたらエンバペが来てた。クリロナはわからんやろな、他国でわけわからんことさせられる気持ちとか。世界中で叩かれまくってる模様。スカーの服の正体なんなんだよ。ビシュトだけど。王族みたいな上流階級しか着れない服らしい。開催国勝ち点ゼロとかいう恥を晒した上にこの仕打ち。でもうって感じがするのもそれはそれで。メッシのあの衣装そんなあかんか？すごい特別感あってよかったと思うんやが。まあ普通にアルゼンチン湯に出たかだかとトロフィーを掲げる姿を見たかったのは否めない。マラドーナもそのイメージあるもんな。教科書にも載るだろうに変な格好してて草。こっち教科書に載せればセーフや。いいじゃん。これは教科書に載るやつ。